富士宮市民の皆様、市長の須藤秀忠です。大変恐れていました新型コロナウイルスに2名の市民が感染していることが分かりました。東京では毎日非常に多くの感染患者が出ています。先日はコメディアンの志村けんさんが感染してお亡くなりになるなど、この恐ろしいウイルスは私たちの身近に迫っています。またニューヨークにおいても爆発的な感染により、その治療が間に合わず、現地の医師や看護師はまるで地獄絵を見ているようだというふうに表現しています。このままでいきますと富士宮市も爆発的に患者が増える恐れもあります。市民の皆様におかれましては、引き続き危機感を持って油断なく、不急不要な外出、感染が拡大している地域への旅行やイベントへの参加は極力避けていただきますようお願いいたします。なお若者はですね、感染しにくいなどと言われていましたが、年齢には関係なく感染するということが分かってきました。行動力のある若い人たちが感染源となる事例も多く発生しておりますので、安易な行動を慎むことをお願いいたします。また手洗い、咳エチケット、マスクの着用などを徹底し、風邪の症状がある方はですね、人との接触や外出を控えていただきたいと思います。やむを得ず外出をされる場合は、換気の悪い密閉空間や人が密集している場所、人と人が密接する場面を避けていただきたいと思います。何よりも重要なことは、人との接触をできるだけ避けて家にいることであります。それが自分の命を守ることにつながります。感染の拡大を防ぐためには今が一番大切な時であります。市民一人一人の我慢と協力が何よりも必要な時です。この新型コロナウイルスの感染は我が国の歴史的な国難であり、世界大恐慌でもあります。市民の皆様には、自分たちの命は自分が守るという強い覚悟を持っていただきたいと思います。そしてこの難局を乗り切ってまいりましょう。よろしくお願いいたします。